イシャクベルフォディルは、アルジェリアモスタガネム県モスタガネム出身のサッカー選手。ヘルタベルリン所属。ポジションはフォワード。2008年にオリンピックリオンの下部組織に入団。2009年にトップチームに昇格し、8月22日のアージオセール戦にてプロデビューを果たす。しかし、トップチームでは十分な出場機会を得られず、 2012年1月31日にイタリアのボローニャ FC へレンタル移籍した。2012年6月30日にパルマ FC へ250万ユーロで移籍し、9月2日の AC キエーボベローナ戦でプロ初ゴール。センターフォワード、セカンドトップ、ウィングと様々なポジションを器用にこなし、シーズン通算では8得点5アシストを記録した。 インテルでのベルホディル2013年7月、インテルナツヨナーレミラノへの移籍が決定。アントニオ・カッサーノが取引の一部として盛り込まれている。背番号は当初18番だったが、エセキエル・スケロットの構想外を受けて7番に変更。しかし8試合の出場に止まり、2014年1月31日に AAS リボルノカルチョへレンタル移籍を果たした。 半年後に行われる 2014FIFA ワールドカップ出場を視野に入れた遺跡であったが、17試合無得点に終わった。2014年6月20日、かつて所属したパルマ FC への完全遺跡が発表された。2015年5月6日、パルマ FC との契約会場が発表された。パルマの経営難により、未払いとなっていた給料は受け取らない。 2018年5月24日、TSG1899 歩フェンハイムと2022年6月30日まで、契約を締結した。2021年8月23日、ヘルタ・ベルリンへ完全移籍することが発表された。各年代別のフランス代表に選出されたが、A 代表では母国のアルジェリア代表を選択。2013年8月15日、 バヒド・ハリル・ホジッチ監督の下、親善試合のギニア代表戦で途中出場し国際 A マッチ初キャップを記録した。2015年3月30日のオマーンとの親善試合で代表初得点を含む2ゴールを挙げた。ありがとうございます。